400m の決勝です。単独種目での金メダルが一つもありません、このハリー・ブッチ・レイノルス。そしてオリンピックチャンピオン、クインシー・ワッツ、優勝候補筆頭と言っていいでしょう。マイケル・ジョンソン、3コース25歳、スタートを起こしました。スタートを起こしたハリー・ブッチ・レイノルズ、7コースのブッチが行く、レイノルズが行きます。そして飛ばしているのはバターです。そしてマイケル・ジョンソンはマイペースペースを変えません。飛ばしているのはバタ、ナイジェリアのサンデー・バタが飛ばしている。バタがぐんぐん行く、先頭はバタだ。マイケル・ジョンソンはマイペース、今 200m を通過していきます。第3コーナーのカーブを回る、ナイジェリアのバタが行く。そしてジョンソンが上がってきた、マイケル・ジョンソン上がってきました。ワッツが遅れている。レイノルズそしてジョンソン、レイノルズとジョンソンだ。完全に一騎打ちになった。ワッツはもう遅れている。先頭はマイケル・ジョンソン、マイケル・ジョンソンが先頭、ジョンソン先頭、43秒6、ジョンソン、マイケル・ジョンソン1着、2着にハリー・ブッチ・レイノルズ、そして第3位にはクトゥールが入りました。世界選手権2つ目の金メダル、マイケル・ジョンソン。